カベルノート第3話「クールなやつが涙もろくなったのは年じゃなくマスクの精査」「20年ほど前ある男性ファッション誌で悪役俳優をモデルに使うという企画があった」「僕にもお呼びがかかり白い衣装を着せられてスタジオの中央でフラッシュを浴びた」 ジルサンダーというタグのついた上下のスーツは一式30万円以上するとスタイリスト氏が笑いながら教えてくれた当時の僕の経済状況ではひっくり返っても買える代物ではないいい経験だと思いカメラに向かうカメラマン氏がしきりに「来る来る」というそういう気合の入れ方かもしくは助手を呼んでいるのか測りかねていたがどうも 僕に向かって叫んでいるようだ。よく聞くとククーール、クールと連呼している。そういう褒め方をする人に初めて出会い軽く寒い棒が立った子供の頃の歯磨き粉は習慣づけが大切なのでいちご味やブドウ味など甘くした歯磨き粉が一般的しかし僕は親と同じ辛口のクール味を求める背伸びした子供だった。 遠足のおやつにも必ずカルミンを外さなかった惜しくも数年前に販売が終了したミントタブレットの元祖のようなお菓子で巻いた銀紙を器用に剥がしながら遊びの合間に口に放り込んだ「カールは関西に行けば買えるのにあのクールなお菓子に出会う方法はもうない遠足のおやつで現存するクールなやつはご存知サクマドロップスの当たりめ八日ぐらいか」しかし あれを当たり飴だと思っていたのはごく少数派だと知って愕然とする惜しげもなくくれる友人が多かったのは貢ぎ物ではなく厄介払いだったのだとテンがいくそんなクールな僕は今でもクールな相棒を衣装のポッケに忍ばせているいわゆるミントタブレットの類だが気分転換だけでなくいつ何時キスシーンを要求されても良いように口臭予防も兼ねている失礼 話をを持ったた自分を戒めたい最近は撮影本番まではマスク着用が義務付けられているミントタブレットを口に含んだままマスク越しにセリフをしゃべると寒い呼気が目に上がる何でもないシーンで涙を流すクールな役者が近頃増えてきたとかえー、ということでねえー、安倍さんの絵も、えー、チョコミントアイス で今日の付録おまけは、えー、こちらもチョコミントアイスえー、子供の頃ね、あのー、博多駅の地下にディッパーダンというこういういろんな種類のアイスを売ったそれをこうすくってなんて言うんだろうあのスプーンの。 親玉みたいなのですくってこう乗せて食べさせてくれる店ができたんですよそこで食べたのが初めてのチョコミント衝撃的でしたねチョコとミント合わせるんだっていうのが衝撃でしたしそこにこうまたね変わり者のブラックリコリスっていうのがあったんですよ真っ黒いアイスイカスミじゃない黒さなんかねど独特の香辛料が入っててねあっという間に消えましたけどもねその隙間で一回食べましたねええー 今ディッパー団あるんですけどもなんかクレープ屋なのか、えー、アイス屋なのかよくわからないですけどもいまだにあるのはサーティーワンサーティーワンにもね、えー、チョコミントあるでしょうけども今日溶けないんで、えー、こうやって保ってますけども食べますいただきますお結構溶けないで頑張ってるなと思ったら意外ともうね中はホやホやでした。 who